陳国仙は、秋代の官僚。字は、徳縁。本願は、随州府高安県。1598年、紳氏に旧大した。南京大理寺表示に任じられた。南京理ブ老中を経て、石膏三世として出向した。福建安瀬地に進み、福建右不正史に転じた。河南右不正史に転じ、小徳府などを分担した。 水田線五郎を開き、養書院を建て、書生を集めて講習した。管理や民衆たちが生死を建てて、国、線を祀った。国、線は、金に左不正史に転じ、右副と行師として、先生を準備した。1620年、神林屋指館の高徳君の弟の高徳高とこの木曽種が、高徳君に背き、多州土州の新茂人氏に投じた。 新茂人氏は、高徳宝を受け入れ、神林を襲撃して破り、高徳君を殺し、その妻子や金箔を略奪した。民の守る心が状況を問い合わせると、偽って、高徳君は病死したと言い,い、高祖だに後を継がせるよう請願してきた。国千は、新茂人氏の討伐を朝廷に創生した。同年、安政三が即位すると、 国船は、兵部右次郎に抜擢され、良好の軍務を総督し、関東巡部を兼ね、軍を率いて、新茂人氏を打ち捕らえた。海賊の林郎が1万人余りを集めたと、称して、海浜地方を侵犯すると、国船がこれを抑えて、その増長を防いだ。ポルトガル人が青州に、根拠地を築いて、内地の侵略を図っていたため、 1> 国1はその根拠地を焼き払った。北京に召喚されて、後部右次郎に任じられ、就任しないうちに、兵部右次郎に転じ、兵部左次郎に進んだ。1622年5月、四次を上訴し、典型三角の意に逆らったとして出席された。ほどなく渡航二部次郎を兼ね、もっぱら軍事を監督した。1623年、在官のまま死去した。 御事とのりにより、少書の位を追造された。表総う、みのり字本末を増表したほか、著書に、原式字本末や、二かざん集があった。ありがとうございます。